響もあったりと、結構ですねこう雨や風の影響を受けていた日が多かったんですけれども、10月台風の影響がなくても前線低気圧の影響で雨や風の強まるタイミングありそうです。この後も最新情報は随時ご確認ください。あ、今年最後の3連休なんですか？悲しいこと言わないでくださいよ。本当ですか？11月12月もうないんですか？希望が そうなんですか？11月もないんですか？再来月もないんですか？あれ、クリスマスは？クリスマスないんですか？あ、3連休がないんですか？まあまあまあ、希望はあります。ないですか？いや、この職業をしていますと、3連休といっても連休じゃなかったりお仕事があったりするので、こう疎くなるんですよ。3連休楽しみにしてるというか、こう世間のこう、ね、日常というか、こういう話題というか、3連休だとやっぱりトピックスとしても話題になるじゃないですか。なので、3連休意識して、はい、過ごしてはいるんですけれども、ああそうなんですか。まあね、皆さんも休めるときにゆっくり休んでいただいて過ごしてください。私は3連休あんまり関係ないです、正直言うと。あんまり関係はないですね。やっぱりこうスケジュール検討する方などはうまく休みを入れつつお過ごしいただきたいなと思います。ではここからは紅葉リポートでまったりしていきましょう。